こんにちは、みとこです。今回はちょっとチンチラは暴れてますけど、夜中なので小声で購入品の紹介をしていきたいと思います。まずですって、これがなんと50円、税込み50円でした。元の値段いくらかちょっと分かんないんだけど、これちょっと買ってきてみました。これ丸ごと入れさせていただきたいと思います。そしてのお気に入りの唇バッグです。おばきゅうみたいになるやつ、これも半額でした。超安い、びっくりした、安くて。そして次に、これはちょっと安売りなものではないですけど、商品のところに売っていたので、おっと思って買ってきました。これはメモパッド、アリエルですね。ディズニーのものが何種類もあったんですけど、なぜかアリエルとバンビに手が伸びてしまいました。
種類ずつ買ってきました。はい、イオンの分は以上です。ちょっと一旦開けます。ちょっとね、いろいろ100均にも行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくてセリアにしか行けませんでした。私の住む地域にはセリア2軒しかないんですよ。それで1軒目行ったところでなくて、2軒目も行ったんですけど、結局自分の欲しいものは買えなかった。チョコレートからマイメロとキティちゃんレジに使おうと思ってます。この声、はい、アイラブロック、ロックな感じだけど、なんか可愛い感じですね。そしてこれやばくないですか、このメッセージカード。
枚しか入ってないんですけど、これひまわり食ってる、超かわいい、やばい、ハリネズミ、どっちがハリネズミみたいな、これもかわいいですね。でこれちょこんと覗いてる、かわいい、やばい、これはい、ちょっとつぶやきボイス、つぶやきしろではないですよ、ささやきボイスでお送りしました。ちょっと聞きにくいかと思うんですけども、まあちょっとあんまり聞こえなかったらボリューム上げてください。ささやきなので今日は BGM なしでいこうかなと思います。